こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。中央輸輸で間違えて売れない商品が送られてきました。稼げない商品を売る方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では、こちらですね、中央輸輸で、えー、万が一です、ね、間違えて送られてきた商品があると思うんですね。であのこういったものをです、ね、どうやったらいいかってことで、ね、ぜひ、ね、紹介させていただきます。はいえー、こちらはですね、あの私の こういったのがあったんで、ぜひいろいろ考えたんですけど、ああ素早く売れるですねポータルサイトですね、ヤフオクメルカリラクマですね、アマゾン等でも大丈夫ですで。のこの商品なんですけど、私もですねちょっとあの実際売ってみたんですけど、意外に売れるものは売れますね、例えばメルカリで売られる商品がヤフオクで売れたりとか、実際してまして、ラクマでもあの売れます。ぜひね あの中央輸入はです、ね、あのやっぱ中国人と日本人の感覚がちょっと違います、それとですね、まあ、私が使っている代行業者の、まあ、受付の、まあ、女性の方だと思うんですけど、あの商品がですね全然わからないんですよ、はい、なのであの、細かくね,やっぱね依頼をしないと、間違ったものをあの向こう進んできます、そうしますと送,れた送られてね商品が送られたときに見たとき、ッとしたときにもうあの手遅れになってしまうので。で ぜひね、そういったことがないように、あのー、もし、万が一になったときに、こういったふうにね、素早く触れるところで売る方法で対応していただければね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げる、マリヒマニアル、プレイします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問です。一切受け付けてません。LINE アット登録よろしくお願いします。本日は、 サグ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。